ダック・バー・ティラ・アーマナイドは、インドの映画プロデューサー、政治家。映画制作会社、スレーシュ・プロダクションの創設者であり、生涯で13言語150本以上の映画を制作したことで、世界で最も多くの映画を制作した映画プロデューサーとして、ギネス世界記録に登録されている。1999年から2004年にかけて、 グントゥール県選出のロークサバー議員を務めていた。2012年にインド映画への貢献を認められパドマブーシャン勲章を授与された。2009年にインド映画の最高賞、ダーダーサーハバパール系賞を受賞し、テルグ語映画での活動からラグパティベンカイー賞、フィルムフェア賞南インド映画部門賞外功労賞を受賞している。1991年に ラーマナイド事前信託を設立し、同団体を通じて、収入の大半を事前活動のために使用していた。現在のアンドラプラデーシュ州、プラカーシャム県カランチルの農家に生まれる。チララで高等教育を受けた後、マドラス管区大学を卒業する。卒業後は精米場のオーナーとして働き、運送業も展開した。この間、ラーマナイドは、 難民なバントゥに制作費を出資するように父を説得し、彼の情熱に感銘を受けた主演俳優、アッキネーニ・ナゲシュワラ・ラオからマドラスに、生き映画製作者に会うように勧められた。ラーマナイドは、アッキネーニの提案に従い、1962年に精米場を閉鎖して、マドラスに転居した。転居後は、レンガ製造業を始めようとしたが不動産業を展開し、 アンドラクラブに通い詰めて、テルク語映画の制作者たちと親交を深めていった。ダーダーサーハバパール継承を授与される、ラーマナイド1963年、ラーマナイドは、友人のタギリサハヌマンサラオトヤーララガタ、ラクシマヤー・チョードリーと共同で、アンユリガムを制作したが、同作は、工業的には失敗している。その後、彼は、映画制作会社、 スレーシュプロダクションを設立し、1964年にラムズ・ビマデを制作した。1970年代初頭までは、テルグ語映画を中心に、プラティグナ・パラナ、スリ・クリッシュ・ナ・トゥーラ・バラム、ストリ・ジャンマ、パー・パ・コサム、セポ・イ・チンネアなどの作品を制作したものの、工業的な成功を収めたのは、ラムズ・ビマデのみだった。マドラスでの活動中、彼は、 ボンミレッティナ・ナギレッティの息子と共同で映画制作会社ビジャイアスレーシュコンバインを設立した。1971年にアッキネイにバニッシュリ主演でプリーマ・ナガーを制作した。同作はブロックバスターを記録し、タミル語、ヒンディ語でリメイクされた。両作ともラーマナイルがプロデューサーを務め、工業的な成功を収めた。1970年代にはカスイン・ディル。 タイル・マングル・ヤム、マド・ホー・リジサム、カス・ヘン・ティコが、デイバ・プラビなどのタミル語映画を制作した。1983年、ラーマナイドは、マドラス中心だった、テルク語映画の制作体制を変革するため、アンドラ・プラデーシュ州政府の支援を得て、ハイデラ・ワードにラーマナイドスタジオを設立した。彼は、テルグ語映画、タミル語映画を中心に、カンナダ語映画、ヒンディ語映画、 マラヤーラム語映画、マラーティー語映画、ベンガル語映画、オリアー語映画、グジャラート語映画、ボージュプリー語映画、パンジャーブ語映画に進出した。代表的なヒンディー語映画には、ディルドル、トヘフ、アナリ、ハムアプカディルマインレテハイン、エガースがある。2015年時点で13言語130本以上の映画を制作しており、2008年に世界で最も多くの映画を制作した。 プロデューサーとしてギネス世界記録に登録された。また、自身の制作映画で俳優として出演しており、2006年制作のホープでは主要キャストを務めた。教育のストレスによる10代の自殺問題を取り上げた、同作は第54回ナショナルフィルムアワードで、その他の社会問題に関する最優秀映画賞を受賞している。ラーマナイドは、 テルグデサム党の党員であり、1999年から2004年にかけて第13期、ロークサバーの議員を務めた。2004年に実施された第14期、ロークサバー議員選挙で落選したため、一期で政治家を引退している。2014年1月、ラーマナイドが前立腺癌であることが判明し、2015年2月18日にハイデラワードで死去した。 彼の死去に際し、チランジービ、アッキネーニ、ナーガールジュナ、ラビテージャ、ケイラガベンドラ、ラオ、パワンカリヤーン、ラームチャラン、アルアルジュンなどのテルグ語映画界の俳優たちが、弔意を表明した。1958年に結婚し、二男一女を設ける。長男ダッグバーティスレイシュバーブは、映画プロデューサー、次男ベンカティシュダッグバーティは、俳優として活動している。 ラーマナイドには8人の孫がおり、そのうち、ラーナー・ダグバーティとナーガ・チャイタニアは俳優として活動している。パドマブーシャイ勲章を授与されるラーマナイド。ありがとうございます。